幼くして老化が進む男の子。50万人に1人という難病で、平均寿命は15歳から20歳と言われています。また誕生日しちゃったとか、嬉しいはずの子供の誕生日。しかし年を重ねるたびにお母さんは不安になります。病は食べること、歩くこと、見ることを奪っていきました。ただ一つだけ残されたことがあります。そこがまだ失われてない方の嬉しさの方があって、本当に誉れ高い、私にとったら素晴らしい子だと思います。我が子は誉れ、老いていく男の子と家族の16年。